長与川、下流、長与町役場前長与町は、長崎県の町。西園木郡に属し、長崎市中心部から北東約10キロメートルに位置する。長崎県中央部の大村湾南岸を町域とし、西に、都議津町、南に、長崎市、東に、諫早市と接する。大村湾に浮かぶ島では、先野の花に近い清水島、及び、 道崎の沖3キロメートルの2島も長域に含まれるがどちらも無人島である。町の中央部に長与川が流れ、その流域に住宅地や田畑が多い。周辺部は丘陵地で、特に東側は標高4 5 1 4ルのことの小竹を中心とする300から4 0 0ル級の丘陵地が連なる。南部や 西部の丘陵地は東部ほどの高さはなく、長崎市北部や都立町東部と連続した住宅密集地となっている。南部では長崎市との境を縫うように、浦上川支流の大井出川が流れる。丘陵地にみかん畑、川沿いに水田が広がる農業が盛んな地域だったが、長崎市の都市圏拡大によって1960年代の 高度経済成長期の頃より長与川下流部で都市化が進んだ。さらに1980年代からは、町内の南部地域と西部地域の丘陵地にも都市化の波が及んだ。長与ニュータウン、南陽台青葉台サニータウン、マナビ緑が丘団地が相次いで造成され、長崎市のベッドタウンとして発展が進んだ。それでも周辺部の本輪は内郷 再藤合岡里などには、森林や田畑が、比較的多く残っている。また、隣接する都議津町と違い商業施設が非常に、少ない。自治会、宮前、嬉しい里中央、定林、嬉しい里屋、山斎自治会、船津、佐敷川内、前田川内浜崎、岡中央、まごめ一本松、塩床、川東。 おうかみしい里や山歳自治会、日東や道の高田ごゆりや、ゆりや、第一、ゆりや、第二、東高田、下高田、西高田、南陽台法律院キャッスル、辻子自治会、船津、上斎藤、毛足らつ自治会、上平、下平自治会、木場、大越、横平、下平自治会、南高内、丸た谷 マルタアパート、内園、み前自治会、峰、ニュータウン東、ニュータウン中央、緑ヶ丘西、緑ヶ丘東自治会、内園、ニュータウン西、池山、つい本、辻後、青葉台、サニータウン南、サニータウン北、サニータウン東、都市南陽大自治会、学び屋西、学び屋東自治会、北陽大北東端路道崎では、 約2万年前の旧石器時代の石器が出土している。この頃は、現代より海水面が低く、大村湾は海ではなく、盆地だったと考えられている。また、石器の原料である黒曜石やサヌカイトは、ハリオ島や北松浦半島で産出することから、移動もしくは交易があったと推定されている。明治昭和平成代の数え方は、 長与町ウェブサイトに準拠に村長となった川添又江門を初代とし、調整施行後も代を重ねている。2016年4月1日現在常備消防はなく、消防業務を長崎市に委託。町内に消防施設はなく、隣の都議津町の出張所から出動する。長与駅。ありがとうございます。